フセ智子は昭和末期から令和時代にかけて活動している日本人の折り紙作家、女性、新潟県出身。ユニット折り紙についての多数の著書を執筆しており、この分野において巨匠とみなされている。フセが初めて折り紙を学んだのは病院でのこと。19歳の時、折り紙の先生である河井豊明と2年半ともに学んだ。 1981年には折り紙関連の本を出版し始める。2006年までに外国語版を含めて60冊以上の書籍を出版した。箱、くす玉、紙のおもちゃ、仮面、多面体、デセレーションなど多種多様の形を作り上げ、日本語、英語、イタリア語などで出版している。長野県の山中で暮らしながら国際的に活動する版画家。 鳥海太郎とは、ドイツのデッサウのバウハウスにて2004年に企画展を成功させるなど、窮地の中であったが、その後、結婚し、結婚後は、超開拓を本拠とするようになっている。2008年折り紙ハウス、折り紙と、版画展、2009年ドイツフライジング折り紙ゴルリー、喜び展、2010年、フレーベル博物館100周年記念、喜び展、 2011年オーストリアヒッテザウ、喜び店など、近年の伏せの企画店の多くは、鳥海との二人店となっている。英語、ISBN1978 から3から94万1327から06から1 ISBN、ISBN1978 から4から889962130、ISBN 88。 1978から4から 889962239ISBN1978 から4から 889960877ISBN19780870409783ISBN10 から 870409395ISBN19780870408526 ISBN19780870408212 日本語、イタリア語。ありがとうございます。